はいどうも、木田です。今回は 4.5PV が公開されましたので、その内容をコマ送りしながら、まあ、自分なりの解釈とかをね話せたらいいなと思います。で、内容にはネタバレなども含みますので、まだストーリーを全部見れていないという方なんかは観覧注意でお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ですから帰りましょう先生。私たちの全ての愛がある場所へ。はい、でこのセリフなんですけども、アロナの声で喋っているんですが、アロナの声と連邦生徒会長の声は一緒なので、正直このタイミングだとどっちが言ってるのかすらわからないですよね。ただこのセリフに聞き覚えがありまして、最終編で連邦生徒会長が言っていたセリフとほとんど同じになってます。ただし一部違うのは、私たちの全ての愛がある場所へ、これが最終編だと奇跡がある場所へと言っています。もしかしたらこれを愛と読んでるのかもしれませんね。時間軸の話なんかがありましたので、もしかしたら過去をやり直しに行くんじゃないか、そんな話が展開されるんじゃないかなと思ってしまいます。以上のことから、最初のセリフはおそらくアロナではなく連邦生徒会長が喋ってるんだと思います。それと後日談の2が解放されまして、そこでプラナがアロナの中に生徒会長がいるという内容をつぶやいていました。もしかしたら新しいメインストーリーの方では、アロナの中の連邦生徒会長の意識が動き出して過去を救いに行く、そんな話が展開されるかもしれませんね。まあ、全て予想なんですけどね。そしてこの予告の文字でネクストエピソードという文字の後にカルバノグのウサギ編エピソード2の文字があります。次のメインストーリーの更新はカルバノグのウサギということでしょう。そしてフォックス正体がニュースの画面に映ってます。カイザーインダストリーを叩いたというニュースだと思うんですけども、 SRT の正義はいかなる状況でも揺らぎはしません。おそらくこれは雪乃のセリフだと思います。そしてそのニュース番組を見ているのは宮子。おそらくフォックス正体に憧れて SRT 特殊学園に入学したんだと思います。よく見ると後ろのポスターに転入生募集というポスターがありますね。もしかしたら転入だったのかもしれません。そして絶望をしたような雪乃の目、次に武器は自ら判断しないからこそ価値があるのだからというセリフがありまして、これはカヤのセリフなのかなと思います。フォックス正体を武器としか見ていなくてこのセリフが出たのかなと予想してます。メインストーリーの方でもラビット正体を同じように使おうとしてそんなセリフを言ってましたからね。そして昔を懐かしむような一コマがありまして、これはもう単なる予想でしかないんですけども、昔は正義を掲げて活動をしていたフォックス正体が今はカヤの命令で自分たちの正義に背くような作戦をやっているから正義が分からなくなってきてしまっている、そういう描写なのかなと思いました。今現状 SRT 特殊学園は、廃校になっておりまして、それを復活するためには言うことを聞けとカヤに言われているのかなと思ってます。というのも次のカットで、これ以上 SRT 特殊学園再建のために責任を負う必要はないというセリフがありまして、そして次のカットで宮子が絶望したような表情をしています。もしかしたらなんですけど、こういった汚れ仕事は先輩に任せて1年生が責任を負う必要はないと言われたのかもしれませんね。そしてカヤが銃を構えている一コマ、そしてその銃口はリンに向いています。そして次のコマでもう早速なんですけど、七神リン連邦生徒会長代行を解任、後任は知らぬいカヤ室長。まあ乗っ取られた形なんでしょうね。リンちゃん毎回かわいそうだな。ここが連邦生徒会長代行の席ですかね。アーニャみたいな顔を見せつつ、シャーレ行政手続きの改善、これがカヤの計画なんでしょう。そしてカンナが映りまして、キリノが一緒にいますね。でテレビで先ほどの報道がされているので、もしかしたらカンナがこのニュースを見て不思議に思ったのかもしれませんね。もしくはこの計画の内容も知っていて迷いを持っているか。これはちょっと笑っちゃいました。昔のカンナめっちゃ可愛い。どんな表情なんですかね。ただ手帳を開いて自分はこのままでいいのかと悩んでるのかもしれません。カルバノグのウサギ編で出てきたデカルトが捕まってますね。稲荷寿司が映ってまして、稲荷寿司といえばフォックス正体の子たちが食べてましたね。
そしてカルバノグのウサギ編なのにレッドウィンターの子たちがデモのようなことを起こしてますよね。いつものクーデターかなーと思ったんですけど、もしかしたらカヤが先ほど書類で持っていた行政の改善の内容で異を唱えているのかもしれません。そしてカルバノグのウサギ編のエピソード2が終わりまして、百花繚乱エピソード1、百花繚乱のメインストーリーが展開されるみたいです。百花繚乱は百鬼夜行の部活ですね。実質トップのところです。雪景色に一人映っているのはナグサ。最終編にも登場していて、百花繚乱の副部長となっております。百鬼夜行の代表ともいえる桜の木が映っていまして、何かのお祭りとかなんですかね。花火が上がってます。出店も出てるんで祭りっぽいですね。ここにもナグサが映っています。何々がいないと私は何もできない、できるわけがないの口調で誰かはちょっと分かりませんが、ナグサが言ってるんだとしたら部長のあやめのことを言ってるんですかね。そして百花繚乱はもう終わっているのテキスト。そしてニアが映っていますので、さっきのセリフはニアのセリフだったのかもしれませんね。そして花鳥風月部警具という文字が彫ってある箱が映ってます。花鳥風月部っていうのは初めて出てきましたね。そして新しい子が映ってます。羽織を着ているので、この子も百花繚乱の子で間違いないでしょう。そして百鬼夜行を火の海にしてやろうの不穏な文字。そして継承戦で渚先輩を倒し、私が部長の座を引き継ぎますわというセリフがあるんですけど、渚は副部長のはずなんですが、なぜか部長の座を引き継ぐと言ってますね。もしかしたらあやめがいなくなってしまって、副部長の渚が部長の座について、その部長の座を取り合っているのかもしれません。そして意味深な一枚絵なんですが、セピア色で表現されているので、もしかしたら過去の写真なのかもしれませんね。右奥にいるのは渚、左にいるのは先ほどのカットにいた子で、真ん中の赤髪の子と黒髪のショートの子が、この子たちもまた分かりませんね。どちらかがあやめなんでしょうか。最初のカットにいた子と赤髪の子が見つめ合っています。黒髪ショートのことも話してますね。そして知ったことか、そもそも私たちは捨てられたんだというセリフが出てきます。先ほどの赤背景の文字も百鬼夜行を火の海にしてやろうというセリフだったので、同じ人物が言ってるような気がします。で、私たちという内容なので、複数人の組織で、もしかしたらこの子たちが花鳥風月部なのかもしれませんね。そして私に継承戦を申し込んでとお願いしているセリフがあります。渚が部長の座につくのを嫌がって、先ほどの花飾りがついた女の子に言ってるのかなと勝手に予想してます。全く分かりませんけどね。そして悪役みたいなねロリッコが出てきまして、百鬼夜行の街が火の海に包まれています。映ってるのは渚ですね。そして火の中に先ほどの花飾りの女の子が頭につけていた飾りっぽいものが映ってるんですよね。めちゃくちゃ不穏です。その感情そっくりそのまま返してやりたいと思いませんか。また赤背景のテキストですね。そして黒背景で私たちだけの百物語を。黒背景はおそらく百花繚乱の子たちのセリフで、赤背景がまあ敵対組織なのかちょっと分かりませんが、もしかしたら花鳥風月部のセリフなのかもしれません。そしてまた新しい子が映ってます。まあ、ただの予想ですけど花鳥風月部の部長かなと思ってます。そしてクズの葉がワンカット映りまして、鳥居の上に座っています。鳥居のところをよく拡大して見てみると、黄昏と書いてあるように見えるんですね。で、最終編でイズナたちが探していた黄昏の寺院というのが、もしかしたらここのことなのかもしれません。そして次のカットでアロナとプラナが映っておりまして、セカンド PV にも似たアロナの目が映ってます。そして今回はプラナと一緒ですね。セカンド PV では流れ星が落ちてくるような描写だったんですけども、今回は星が回ってるような描写になってますね。そして時計の描写が出まして、カウントダウンが起こります。次のシーンでシャーレが爆発しておりまして、さっきのカウントダウンは爆弾のカウントダウンだったのかもしれません。そしてなんと過去の星野が映ってます。なぜ過去の星野の描写があるのか、しかもアビドス対策委員会のエピソードではないんだと思いますので、この PV の冒頭で帰りましょう先生という言葉があったじゃないですか。もしかしたら本当に過去に行って歴史を変えようとしてる内容なのかもしれません。それとも過去の星野がこちらに来たのか、
時間軸の設定がありますんでね、結構好き放題できちゃうので全然予想ができません。そして謎の水槽の中に女性の人影がありまして、特徴的なバッテンの同行した少女、今までのキャラクターではいなかったはずなので、先ほどの星野の登場から見るともしかしたら夢先輩の可能性がありますよね。髪の毛も長いですし、もしかしたら本当に過去に戻って夢先輩を救うという話になってるのかもしれません。そして箱が出てきまして、クローズと書いてあります。これを拡大して見てみると、 This is your man who brought up out of heaven。 一応翻訳すると、これは天国から連れてきたあなたですといった訳になるみたいです。そして連邦生徒会長代行の席が映っておりまして、画面が暗転します。そして最後に連邦生徒会の服を着た謎の女性が映って終了となります。でこの女性がつけている腕時計なんですけど、さっきのカウントダウンがされていた次元爆弾の時計に似てませんか。しかもこの子はですね、連邦生徒会の面々の中で一回も映ったことがない子なので、もう正直誰だかさっぱり分かりません。カヤがもしかして超人化した姿なんでしょうか。冗談です。ということで今回は 4.5PV の考察だったり、まあただのね感想だったりっていうのを織り交ぜて各カット紹介させていただきました。皆さんの意見などもありましたら、良ければコメント欄に残していただけると嬉しいです。まあ何にせよストーリーめちゃくちゃ楽しみなので早く更新してほしいですね。それでは今回はこの辺で、良ければ高評価も押していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。